むつびゆき咲いたおたうえ祭りは、愛知県岡崎市中島町で行われているお祭り。大正天皇即位時の大城祭、ゆき咲いたの田植え祭りを起源とする。岡崎市の無形民族文化財に指定されている。天皇の即位の礼の後に行われる、大城祭において、儀式に用いる新米を収穫するための田を咲いたという。咲いたは、東日本から一箇所。 西日本から一箇所選ばれる。この二箇所は、京都を境に、機内五国以外の国から選ばれるが、東日本の最多を、雪最多と呼び、西日本の最多を、月最多と呼ぶ。大正天皇即位後の1914年2月5日、宮内省は、雪の国軍を、愛知県、月の国軍を、香川県と定めた。愛知県は、県下軍の軍長に、敵地の調査を求め、 それぞれの軍から合わせて11箇所の候補地が上がった。愛知県知事、松井茂、愛知県立農林学校初代校長の山崎、円吉らによる協議の結果、6箇所に絞られ、同年3月4日までの間に、西葛海軍、北里村大技小針、中島軍稲沢町大技稲沢、壁海軍六尾村、大技も中島の3箇所が最終候補地とされた。 上記3カ所の報告を受けた、宮内省及び、農省務省は、同年3月6日、早川貞之助の所有する、むつび村、大和田市も中島あざ城丸の内を、雪最多の地に決定した。なお西日本からは、香川県綾や郡山田村大技山田上が、月最多に選ばれている。むつび村では直ちに準備に入り、村民総出で、 最多に締め川を張り巡らし道路の不振を行った。ところが、同年4月11日、明治天皇の皇后である昭憲皇太后が崩御。このため即位の礼及び大上祭は1年延期された。1915年4月23日に、派手、6月5日に、田植えが行われる。同日のお田植え祭りは、厚田神宮宮寺を祭手として再行された。 菅傘をかぶった、佐乙女二十四名は、男工作者三十四名と共に、最多に入り、太鼓の音と、田植え歌に合わせて、田植えをし、続いて、田植え踊りを踊りながら退出した。むつび第三神城高等小学校の校庭では、三河一万歳が披露された。六月五日から七日の三日間で七万人余りの人々が集まったと言われている。同年月日、 新国一国は、京都御所内の区内省京都出張所に、ともおさめされた。11月10日に、大正天皇即位の礼が、京都御所神殿で行われ、11月14日に、大城祭、雪戸の共仙の儀が行われた。2015年6月7日に開催された、雪埼た百周年記念おたうえ祭り、むつび中学校、または、むつび北中学校吹奏楽部による、 演奏1919 19年10月、むつび村は、雪埼玉今国の公営を記念するため、役場の前に、様々な農機具や記念物を陳列する、雪埼玉記念館を建設した。1925年6月、10周年記念、おたうえ祭りが挙行。1929年11月25日、高松の宮信人新郎が、雪埼玉土地を訪れた際、むつび村、 大和ざしも中島の八幡社境内で青年会員がおたうえ踊りを披露。1940年頃よりおたうえ行事は八幡社境内で新事後模造内で行われるようになった。戦中戦後の混乱期において最多は、むつび村立南部小学校の実習殿として活用され維持保存されていた。1955年頃よりおたうえ行事は 少しずつ再開されてゆく。1965年5月31日、50周年、記念お田植え祭りが挙行。1966年3月10日、田植え歌、踊り、用具、装束一式が、岡崎市の無形民族文化財に指定された。1967年8月15日、岡崎市の補助を受け行き最多記念祭が、八幡社境内で挙行。 1972年4月1日、雪咲いた保存会が、むつび中部、むつび北部、むつび南部、むつび西部の各学区の総大会を中心に組織された。事務所は、岡崎市役所むつび支所に置かれた。1974年から開催日が8月15日から7月中旬に変更。1980年、咲いた跡地の水田役賛世において、 お田植え式が復活。1981年、開催日が現在の6月第1日曜日に定まる。1987年4月1日、むつび支所の隣にむつび民族資料館が新しくオープンした。1995年6月4日、香川県綾上町の月最多保存会と交流提携協定書を締結。2003年8月、 雪の里コミュニティ開設準備委員会が設立。2006年3月、埼玉、都市計画道路木の浦岡崎線の予定地にあったため、道路工事に伴い現在地に移転した。2013年6月9日、岡崎市地域交流センター、むつび文館、雪の里が一部オープン。同日、おたうえ祭りも開催された。2015年6月7日、 100周年記念のおたうえ祭りが開催された。式典には100周年を記念して、秋篠宮文人新王と同日のり子が出席した。この年収穫された白米は11月27日、秋篠宮邸並びに八王子市の武蔵寮墓地に献上された。2019年6月2日、おたうえ祭りを開催する日に、岡崎市は、 香川県綾川町と埼玉ゆかりの地交流提携を締結した。2020年は新型コロナウイルス感染症拡大を受けて中止となった。開催時期は6月第1日曜日。岡崎市地域交流センター、むつび文館、雪の里の埼玉広場で行われる。他の広さは200平方メートル。小た上新寺に先立って、岡崎市立むつび中学校、または、 岡崎市立結び北中学校の吹奏楽部の演奏がある。男、捧ぐ校舎が桑で棚らしをした後、新館によって清められた苗型に投げ入れられる。苗の品種は大正4年の雪最多で実際に使われた一万歳である。衣装も大正当時と同じものが使われている。女性は藍色の着物に、びしと稲穂の丸の古代染め。男性は、 白の上着に、浅い色の短袴。釜。おたれ上歌の歌詞は5番まである。1番と2番の作者は、厚田神宮宮寺の岡部譲る。3番と4番は、早川隆介。5番は、山崎縁吉である。雪最低保存会、むつび南部小学校男子児童による太鼓と、おたうえ歌の披露があり、さおとめと、同小学校女子児童が横一直線に並び、おたうえをしていく。 それと同時にむつび音楽女性部、むつび商工会女性部、女子児童らによるおたうえ踊りが行われる。通常、おたうえ踊りは竹洗いの外で行われるが、2017年は竹洗いの内側で行われた。10月には収穫に伴うイベント、雪収穫祭が開催されている。ありがとうございます。